はい、どうもこんにちは、僕です。トラビス・ストライクツアー兼続きをやっていきましょう。今回今やってるのはね、007なので、次は008になると思います。何番まであるんですかね、これ。ケース008、ゴールが一つだけじゃないですよね、多分思ったんですけどね。いっぱいあるな今回は。これはアンリアルエンジンか。アンリアルエンジンマーク。こうか、これでいけるのか。そっち側に果たして行っていいのだろうか、どうなんでしょうか。広いな。出てきちゃったよ、出てきちゃったよ。出てこなくていいんだけど。何？OK。うまくね、スキルを使えばね、なんてことないっすね。多分そろそろその辺に出てきてますよ、出てきてますよ。危ないってばよ。行くんじゃねえ。どうなってればいいんだ。多分ね、そこつなげなきゃいけないんじゃないのかな。そこにいられると困るんだよな。あいつすげえな、追いかけてくるな。多分ね、これこうしといた方がいいんじゃないのかな。違うのかな、どうなのかな、わからん。こっちか、こうだな多分。そんで奥に行ってみよう。ここはこれ以上いじらない方がいいと思う。あいつうざってんやな、ついてくるやつ。なんじゃと、なんじゃと。イエイ。ここに行けるようになりましたけど、そこに行きたいんだよね。他になんか隠し的なものはないのかな。まずいな、まずいな。ここどうしたらいいんだ。そこまっすぐにしたいよね。こうしてしっかり引き寄せた方がいいと思う、こいつは。もう嫌い、こういうの。ついてこないでくれ。壁とかどう？ダメだ。壁が全く役に立ってない。あー、なるほどね。わかった。あ、まずい。そこを移動させとかなきゃいけない。あぶねえ。ここね、その上のところを上から左につなげときたいところ。そうそうそう、なんでやねん。やばい、嘘でしょ。これトランプに引っかかって動けなくなっちゃうんですね。どうしようかな。コンティニューもったいないんで、初めからやり直した方がいいですね。で、あとは右側をどうしていけばいいのかなっていう感じですよね。こっちなんかあるんだっけ。これは？お、これでいけるね。いけた。いけちゃいました。あとはこいつにうっかり当たらなければ OK。よし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 。バッチリ。ドッペルゲンガーは必ず自分でとどめを刺す。銃も至近距離でぶっ放す。壁に開いた穴は一人一人壁に立たせてとどめを刺した名残だ。ダメか、倒せないのか。危ないよ、危ないよ。
あいつらな。どうや。ここは何もないのかな。壁に開いた穴ってどれのこと言ってるんだ。これか、壁めっちゃ穴開いて穴だらけじゃん。おじいさまの遺言だ。音楽を信じるな。音楽の8割は麻薬で、音楽の2割は薬だ。あー、いたのかい。痛いな。間違えちゃった。とりあえず片方倒して、ちょっとあいつらは、こいつらはちょっと適当に倒してくる。危ない。そしたらどこが行けるようになったのかな。広いな最近の家は。違うな。スキルが強い。 OK、 これで経験値たまったんじゃないんですか。 3000OK、 レベル上げていきましょう。余裕で上げられましたね。レベル7まで来ましたよ。何の音だ、また敵。何、スキル。痛いな。こいついっぱい出すんじゃないよ。え、あー、びっくりした。何かと思ったよ。これでラストなのか。こいつ残ってるけど。そうしたら一応探索はしておこうか。取り漏らしがあったらここまで戻ってくるの大変なんでね。でも特になさそうですね。何もないかな。ちょっとセーブしていきましょうかね。はい。これは何だろう。ケース10まであるのかな。今ケース8だからあと2つぐらいクリアしないといけない感じじゃないですかね。終わりが果てしない。うん。ケース009。夕方になりましたね。あれ、意外とこれ簡単じゃない？あ、なんか今までと違いますね。トラベス、人の狂気を知るお前なら感じるだろう。デジタル化したことでドッペルゲンガーの殺人者としての純度はさらに増している。躊躇するな、帰って来られなくなるぞ。ボスかな。ボスっぽい気がしますよね。あれ、ここにあるの？トイレか。じゃあここでセーブして、じゃあこのままねボスに向かっていきましょう。ちょっと今悩んだんですけどね、ここで一旦区切りをつけるかどうか。すごい中途半端な時間だったので悩んだんですけど、このままやっちゃいましょう。今回は倒すぞ。なんでワインオープナーを持ってるんだ。なんだっけ、ドッペルゲンガーか。我が名はドッペルゲンガーパトリック・グラナダ・ジュニア。職業殺人者なり、
なぜ我の邪魔をする。殺人者？ただの殺人鬼だろ。悪趣味なゲームだぜ。開発者の気が知れねえ。彼女は天才だよ。我を生み出し、我が生み出し、真の継承者なのだよ。我が生み出しか。お前やばい野郎だな。まあいいか、たまにはこういう相手ともやらないといけねえ。笑わせてくれるな。殺し屋が殺人者をやれるとでも。いいさ、格の違いを見せて死んぜよう。そうか、違いか。それは気がつかなかった。本能で殺す輩と本業で殺す悪党、どっちが強いか決めたらええやんけ。ひじ、ドッペルゲンガーをお見舞いしよう。食らったら一撃死だ。上等だ。そろそろ緊張感が欲しかった。音が聞こえる。あの音だ。静脈を流れる鮮血の音。さあ殺しの時間だ。お前の存在そのものをリセットしてやるぜ。はい、ミスタードッペルゲンガー。こんな感じなのかな。まずはね、様子を見たい。体力が多いな。ドッペルゲンガー2、いいぜ、来いよフェーズ2。早かったね。チェンジドッガー2。チェンジドッガー2。なんだなんだなんだ、何が起きるんだ。なんだ、わかんないんだけど、何が起きたのか。痛いな。外した。動きを遅くして殴る殴る殴るんじゃん。てりゃフェーズ3かな。ドッペルゲンガー3、最終形か。どうする、巨大化するか。その案もあったが、使用は没にされた。は、どういう意味だ。気にするな、独り言だ。チェンジドッガー3。今度は何ですか、今度は何ですか。何なのこれ、意味がわからないんだけど。痛いな。変なとこに敵が多いよ。痛いな。はあ、防がれちゃったよ。痛いな。やばい、死ね死ね死ね。ちょっと待ってくださいね。スキルを、こういう時にこそスキルを付け替えましょう。なんだっけ、ターンエッジップ。一旦逃げつつも逃げつつも、あ、ダメだ、変えたばっかりだから使えないんだ。やばいやばい、これはやばい、これはやばい。ちょっと逃げながら逃げながら、危ない。まだ早い、まだ早い。危ないな。ここだ。よっしゃー、間違えちゃったよ。間違えちゃったんだけど大丈夫。あ、勝てました。今ね、上押しちゃったんだけど大丈夫なんですか。よかった、倒せた。ダメージテイクン、ダメージテイクン256です。ゼロ、オッケー。 A ランクか。ダメージ受けすぎってことですかね。スキルユーズド14、
ナンバーオブチェーン、チャージアタック。ラッシュアタック、ユーズタイムっていうのがよくわかんないんだよな。じゃあ、ミスター・ドッペルゲンガーも倒しました。よくぞ我を破ったな。これが殺し屋というものなのか、真理だな。君は僕の仲間ということがはっきりしたよ。あんたとは全く違う。あんたは貪欲だ。殺しに関して誰よりも貪欲だ。だが圧倒的に欠けているよ、人間の感情が。違うな、殺し屋。我には喜びが溢れている。悲しみを知らない喜びは邪気だ。悲しみって何？邪気は地獄を回れ。さすれば悲しみも苦しみも知るだろうさ。地獄。嫌だ、嫌だ、嫌だ、嫌だ。待って、今左側の顔見たらね、これ顔どうなってんの？口の中にも顔がある。助けて。もはや人ではない。ただの鬼か。けけけけけけ。お前を殺す。こんなキャラクターが主人公のゲームがあるの？もはや人を超えてしまったドッペルゲンガー、あなたに撃たれて本望だっただろうよ。でもね、実際問題、現実世界ではまだ捕まっていない。せいぜい気をつけるべきだな。現実世界にもいるの？新しいスキルでしょ？何かな、これ。 F91 チップ、ガンダムかな。住宅街の悪夢、実績解除。じゃあね、ゲームの中から出てきました。相変わらずね、バットマンの出番がない。トラビスしか使う予定今のところないんで、また後日談みたいな感じかな。奴は変人でも変態でも異常者でもない。ただの人殺しだ。奴の魂はまだあの街をさまよっている。おそらく娘の姿を探しているのだろう。それは食材なのか？違うな。ただの傲慢で高慢ちきな野郎だ。下の顔で常に笑っている。全部嘘ってことだ。あ、今回短いですね。シンプル、あっさり。バスルームメニューの T シャツに新たな T シャツが追加。ラーメンブログ追加。 K からファックス。 K って誰なんですかね。ジーンからファックス。ジーンから。トラビストライクスバックスに、トラビストライクスバックに新たなシナリオが追加されました。バイクに向かいましょう。セーブしますか？イエース。じゃあ今回はね、とてもキリがいいところでございますので、ここで終わりにしたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。ではまた。